まずはこちらをご覧くださいこちらはですね、2016年にアメリカのニューヨークで行われた前衛的な演劇その1番面です現地で大変な評判となりまして賞も獲得しています実はこの舞台の中心となっていたのは東京都の八王子市その伝統芸能である八王子車人形というそういう伝統人形芝居だったんですね今日はこの八王子車人形についてご紹介したいと思います こういった人形なんですけれども、実は日本にはですね、さまざまな伝統人形芝居が伝わっています。中でも有名なのは三人使い一体の人形を三人で使うという使い方なんですけれども、えー、それは非常にその細やかな表現ができますので、世界的にも高く評価されています。八王子車人形はその三人使いの人形を何とか一人で使うことはできないだろうかということで、いろいろな工夫を加えることによって実現した使い方なんですね。 具体的に見ていきましょうこれがその中の様子です車人形という名前の通り車をつけた箱があるんですけれどもそれに乗って使うんですねこれはそこから見たところですこういう風にして使い手はその箱の上に乗って使います紐で今固定してますね人形の両足は人形使いの足に挟んで使いますでは上半身はいかがでしょうかまず右手なんですけれどもこれは人形使いが右手で使います まあこれは普通なんですが人形のですね頭の部分それから左手これはどちらも人形使いがまとめてです,ね左手で,使うんですね非常に複雑なことをしているわけですけれどもどうしてこういうことが可能になったかといいますと左手がですねゆんでという特別な工夫を凝らしたそういう部品になっているからなんですね上半身はこういうふうになります全体はまあ衣装を着せるとこういうふうになるわけですね この八王子車人形なんですけれども積極的に海外に進出しています毎年のように海外で公演をしてそして現地の人々に車人形を使い方を教えてるんですねそして普及を図っている先ほどご覧いただいたこういった舞台もですねそういった活動あってのことなんですねまあこのように言いますと伝統芸能であるのに こうやっててに進出していくそういうその素晴らしい活動をしているわけですけれども伝統芸能といってもただ伝えられているものをそのままやっていく繰り返していくそういうものではないんですね時代に合わせて改良を加えそして工夫をしていくその結果が伝統として伝えられていくわけです皆さんもこういった地域の文化あるいは伝統文化をですね新しい感性で捉え直して 行っていただきたいと思います。